ロビン・セーデリング、ロビンボ・カール・セデリング、ロビンボ・カール・ソターリング、1984年8月14日帯は、スウェーデン・ティブロ出身の男子プロテニス選手。ATP ツアーでシングルス10勝、ダブルス1勝を挙げた。自己最高ランキングは、シングルス4位、ダブルス109位。日本語では、ソダーリング、ソデルリングの表記揺れも見られる。 グランドスラム準優勝2回、マスターズ戦優勝1回。特に2009年全仏オープン男子シ,シングルスでは4、連覇中のラファエル・ナダルに勝利。2005年から2014年までの10年間で、ナダルが唯一敗北した選手である。また2010年、全仏オープン男子シ,シングルス準々決勝では、2004年ウィンブルドン以降6年近くにわたり、 グランドスラム23大会連続準決勝、進出していたロジャー・フェデラーに勝利し、フェデラーの連続記録ストップに成功した選手でもある。2011年7月を最後に、ツアーから遠ざかっていたが2015年12月23日正式に現役引退。5歳からテニスを始め、2001年にプロ入り、2002年全米オープンで4大大会にデビューし、 マルセロリオースとの2回戦に進出する。2003年ウィンブルドン選手権でティム・ヘンマンとの3回戦に進み、地元のストックホルムオープンでツアー大開発の決勝戦に進出した。この時はマーディフィッシュに5から7、6から3、6から7で敗れ、最初のチャンスを逃している。2004年、彼は男子テニス国別対抗戦、デビスカップスウェーデン代表選手に初選出され、 同年のアテネ五輪代表にも選ばれた。初めてのオリンピックでは、シングルスダブルスとも1回戦敗退に終わり、シングルス1回戦は、スペインのフェルシアーノ・ロペスに敗れ、トーマス・エンクビストと組んだダブルスでも、イスラエルのジョナサ・ン・エルリック、アンディラ・ムグミに敗れた。オリンピックの2ヶ月後、10月のリオングランプリ決勝で、クザビエ・マリスをマイナスに、3から6、6から4で破り、 ツアー初優勝を果たす。2005年1月末のミラノ・インドア決勝で、セーデリングは、ラデックス・ティパネクに6から3、6から7、7から6で競り勝ち、ツアー2勝目を獲得した。それから、しばらく低迷気味の時期があったが、2008年にシングルスで4大会の決勝戦に進み、2度目のオリンピックにも出場した。2008年ウィンブルドン選手権終了直後の、 スウェーデンオープンで、セーデリングは、同国の先輩選手、ヨナス・ビョルクマンと組んで、ダブルス初優勝を果たした。8月の北京オ輪リンもシングルス・ダブルスともに1回戦敗退に、終わり、シングルスは、ジルシモンに敗れ、ビョルクマンとのダブルスも、スペインのラファエル・ナダル、トミー・ロ・ブレド組に敗退した。10月のストックホルムオープンでは準決勝で西コリ・ k ー6から1。 6から0で圧倒し、決勝で、ダビドナルバンディアンに2から6、7から5、3から6で敗れて、準優勝。リオングランプリの決勝では、地元フランスのジュリアン・ベネトーを6から3、6から7、6から1で破り、同大会で4年ぶり2度目の優勝を決めた。こうして、セーデリングは3年半ぶりのツアーシングルス3勝目を、獲得した。全豪オープンで、 セーデリングは2回戦で3年前の準優勝者、マルコス・バグダティスに6から3、5から7、3から6、3から6で敗れた。この年前半はなかなか勝てなかったものの、全仏オープンで旋風を起こし、4回戦で大会5連覇を目指した第1シードのラファエル・ナダルを6から2、6から7、6から4、7から6で破る勝利を挙げた2005年。 全仏オープンでの初出場から初優勝したナダに、とっては、これは、全仏初黒帽子だった。さらに準々決勝で、ニコライ・ガベデンコを、準決勝で、フェルナンド・ゴンサレスを破り決勝進出。決勝では、第2シードのロジャー・フェデラーに1から6、6から7、4から6で破れて、準優勝になり、スウェーデン勢として1988年の末、 ビランデル以来21年ぶりとなる全仏優勝はならなかった。初優勝したフェデラーは、セーデリングの前で祝願のキャリアグランドスラムを達成した。ウィンブルドン選手権以後、彼の名前はスウェーデン語読みにより、近いロビン・セーデリングと表記されるようになる。ここでは4回戦で、フェデラーに4から6、6から7、6から7のストレートで敗れた。この後、 彼は7月にスウェーデンオープンの決勝で、不安モナコを6の3、7から6で破り、ツアー4勝目を獲得した。2009年は、前半の10大会でわずか9勝しか上げられなかったが、全仏オープン以降は、地元スウェーデンの大会で優勝するなど40勝10敗と、驚異的なペースで勝ち星を重ね、ランキングを9位まで上げる。アンディロディックが負傷により辞退したために、 その年のランキング上位8名しか出場できない ATP ワールドツアーファイナルにも繰り上がりで出場する。大会では再開シードながらも世界2位、ナダル、世界3位のバクジョコビッチをストレートで破りグループ B を1位で通過する。準決勝ではフアン・マルティンデル・ポトロに逆転で破れた。年初の前後オープンでまさかの初戦敗退を喫したが2月のアブン。 アムロ世界テニストーナメントでミハイル・ユージニーの途中棄権により優勝。全仏オープンでは準々決勝でフェデラーを下し、フェデラーが続けていたグランドスラムの連続準決勝以上進出記録を23で止めたが、決勝でナダルに敗れ、2年連続の準優勝となった。ウィンブルドンでも準々決勝でナダルに敗れた。BNP パリバマスターズでは、 ガエルモンフィスに6-1-7-6で勝利して、初のマスターズ戦のタイトルを獲得。ランキングを自己最高の4位に上げた。開幕戦のブリスベン国際で、アンディロディックを6-3-7-5で破り、ツアー7勝目を挙げた。全豪オープンは4回戦で、アレクサンドル・ドルゴポロフに6-1、3-6、1-6、6-4、2-6で敗退。2月のアブン、アムロ世界。 テニストーナメントで、ジョーイ・コールウィルフリード・ツンガを6、3、3、6、6、3で破りレイパー、ツアー8勝目を挙げた。翌週のオープン13でもマリンチ・チリッチを6、7、6、3、6、3で破り優勝した。全仏オープンは準々決勝で、去年の決勝の再現となったナダルに4から6、1から6、6から7で破れた。七月のスウェーデンオープンでは、決勝でダビド・フェレールを六に、 6-2で勝利し、地元でシングルス10勝目を挙げた。しかしこの試合を最後に、伝染性単角球症のためツアーから離脱する。以降は、単角症の症状に苦しみツアーに復帰できず、事実上の引退状態となっていたが、2015年12月23日正式に現役引退を発表した。パワフルなグラウンドストローカー。両手バックハンドは正確性を重視するが、 フォアハンドはツアーアクシシの威力があった。サーブも最速220キロ以上と強力であり、ハードコート、クレーコートを得意としていた。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。